ベストオブシネマティックカメラ2021はどれだ。はい、皆さんこんにちは。シネマティッカーこと大川雄介です。日本国内でね、シネマティック表現をまあかっこよくクールに、まあ、しているね、まあ、人といえば、まあ、ちょっと大川雄介っていう人がね浮かび上がると思うんですけれども、今回はですね2021年ベストオブシネマティックカメラなんだっていうテーマで皆さんにねお届けしたいと思っています。でシネマティックカメラ2021なんで区切るかっていうと、本当にちょっと前までは僕ね AX3 最高とか α7S3 最高とか R5 で、そしてコモロ出てきた、ブラックマジック 6K プロ出てきたみたいな、テクノロジーの発達が早すぎるし、スペックのねアップデートが早すぎて、もうコロコロベストオブシネマティックカメラが変わるんですよね。なので2021年の現時点において、ベストオブシネマティックカメラなんだっていうところをちょっとね皆さんに簡潔に分かりやすくご説明したいなと思っております。で今日ご説明するねご意見っていうのは完全僕の主観です。なので皆さんのね表現に合ってるかっていうのがわからないので、あくまで僕のトラベルシネマティック、ああいうねああいうかっこいい表現の一番使いやすい、そして映像美最高っていうベストオブシネマティックカメラをご紹介します。それでは行きましょう。結論から言います。僕が思うベストオブシネマティックカメラは、チェーン、はい、ブラックマジック 6K プロ。笑うなや、はい、ちょっとマネージャーが笑ってました今。はい、ベストオブシネマティックカメラはブラックマジック 6K プロになります。おめでとうございます。はい、あのね、まあ、なんでこのブラックマジックの 6K プロを選んだかっていうとですね、まあ奥深い理由があるんで、これは最後にちょっと話しましょう。まず最初にね、こちらパナソニックのルミックス GH5 Mark II ですね。僕がね、先日プロモーションさせていただいたんですけれども、もちろんこのカメラ素晴らしいです。価格が20万から30万円台、レンズ込みでね、に対してのこのスペックってのは圧倒的なので、この中で最もシネマティックエントリーにふさわしいカメラといえば GH5 Mark II なんじゃないかなと個人的には思っております。で、ローとかね、高画質で、撮ることはできないけれども、しっかりログ撮影、映像をフラットにして自分の世界観を入れ込んだりとか、手ブレ補正でオートフォーカスそこまで強くないけれども、まあ、十分すぎるオートフォーカスで、扱いやすさ、軽さ、総合的にこのね GH5 Mark II ってのは素晴らしいカメラですね。でここにはないんですけれども、 α7S3 FX3 とかもう本当に素晴らしいシネマティックカメラだと思ってます。正直、数ヶ月前は FX3 が最もベストなシネマティックカメラだっていうふうに言ってました。で α7S3、FX3 同じスペックなんですけれども、あのカメラたちは最もいいカメラだと思っています。映像もね、まあ、十分すぎる綺麗さだし、手ブレ補正もついていて軽量なので、 GH5 Mark II をアップデートしたカメラと言っても過言ではないですね。この動画を見ている方で α7S3 とか FX3 を使用してシネマティックを撮っている方が最も多いんじゃないでしょうか。ただね、ちょっとこの場合はないのと、まあ僕は現時点で、まああのカメラたちがベストオブシネマティックかって言われたらそうじゃないです。α7S3 は Vlog、ベストオブ Vlog カメラとして僕はちょっと使っております。次にですね、コモド 6K。じゃん。はい。これはね、もう今ね、これレッドヘリウム 8K で収録してるんですけれども、まあそのね、レッドが出している、ある種そのコンパクトカメラですね。で、ネットフリックスのアクションカム、壊してもいいようなカメラとしての立ち位置として、廉価版として出ているんですけれども、コモド 6K は正直この中で最も映像美、映像が綺麗っていう観点では大好きです。大好きなんですけれども、やっぱり起動に2、30秒かかったりとか、モニターが見づらかったりとか、重かったりとか、扱いづらいっていう側面があるんですよ。ちょっと操作するっていう観点で癖があってですね、そこが若干使いづらさあります。シネマティック表現っていうのは、やっぱりね、かっこよく撮るのもそうなんだけれども、やっぱり体験重視、楽しんでることが大事なので、カメラをね、がっつり触ってしまうと楽しむことを半減されてしまうので、ある種その映画作るとかね、作品作るっていう観点ではベストオブカメラだなと思ってます。ただ今回のね、僕のシネマティック表現においては若干ちょっと難しいかなっていう印象。はい、次にですね、こちらキャノンの C70 です。
これはキャノンのシネマラインの中で最もエントリーに近いラインナップですね。 C70 これめちゃめちゃいいカメラでして、何がいいかってまずね、モニターバリアングルだから Vlog も全然撮れますと。で、内部でロー収録とかはできないんだけれども、拡張性もあるし、映像ももちろん綺麗で、ログ収録もできる、そしてオートフォーカス優秀、手ブレ補正優秀、そしてですね、内蔵 ND フィルターついてるんですよ。これがね、本当に便利でして、以前ジャックリーのプロモーションをこの C70 で作らせていただいて、本当に扱いやすかったです。その体験をね、皆さんに共有したいんですけれども、あの時は C70 がベストオブシネマティックカメラだなって思いました。これ本当に正直です。ちょっと高いですけれども、本当に扱いやすくて、映像も綺麗で、内蔵フィルターもあって、拡張性もあるっていう観点では、もう C70 が一番いいカメラだと思ってます。これは本音です。ただですね、今回のこのブラックマジック 6K Pro、これをね、認定させていただいたんですけれども、正直ね、この2つで悩みました。なんでかっていうと、扱いやすさで言ったら C70 の上なんですよ。ブラックマジックのプロよりも。ただ、コモドよりも扱いやすいんだけれども、映像がちゃんと綺麗っていうところで、やっぱり今のね、僕のスタイル的には映像美っていうものがすごく大事になってくるので、そういった観点で、小型、そして内蔵 ND フィルター、扱いやすさ、映像美、グレーディングとかマジで決まるんで、そういう観点でブラックマジックの 6K Pro が、2021年の僕が思うベストオブシネマティックカメラだなっていうふうには思います。はい。で、ちょっと過酷なシーンの時は C70 持っていくことが多いかな。ただやっぱり映像美っていう観点ではね、やっぱロー撮れる方が強いと個人的には思っているし、ただ一方で手ブレ補正なかったりとか、あとはオートフォーカス効かなかったりと、撮影スキルっていうものが必要になってくるんだが、かなり十分、いいカメラなんじゃないかなと思ってます。だから最初からこれジンバルつけてます。DJI の RS2 ですね。ジンバルつければ問題ないですし、撮影ちょっと大変だけれども、めちゃめちゃ綺麗なんで、はい。ぜひ参考にしてみてください。2021年、いろんなね、シネマティック表現、もうすでに撮ってきてるんですけれども、日本一周しっかり、結構ね、ブラックマジックさんのこのシネマカメラお世話になってるので、ぜひ皆さん、価格もそうだ。めっちゃ安い。この中で、この C70 の半分ぐらいです。だからコストパフォーマンスっていう観点でも完璧なんですよ。はい。なので、ぜひ皆さん、シネマティック表現、ブラックマジック 6K Pro、ないしは、皆さんの表現に合ったベストカメラで撮影してみてください。それでは皆さん、バイチャ。でー